サイドではない。シュート打った、決まった、おー、宇野澤です。1対0長野パルセイロ先制しました。最初に前線に入ったボール、藤枝真由志の選手はそのオフサイドというアピールをして1回足がちょっと止まりました。その隙を縫ってですね、まあ、こうですね、宇野澤が落として、もう一度宇野澤が受けました。そしてまあこれはなかなかあのコースのないところからのシュートだったと思うんですけれども、この場面30番のバ